仮想ファイルシステム。仮想ファイルシステム、VFS は実際のファイルシステムの上位に位置する中小仮想である。VFS の目的はクライアントアプリケーションが様々なファイルシステムに同じ方法でアセスできるようにすることである。例えば VFS を使うとクライアントアプリケーションはローカルな記憶装置にもネットワーク上の記憶装置にも透過的にアクセスできるため、 その違いを意識する必要がない。あるいは Windows、MacOS、Unix といったオペレーティングシステムの違いを超えてファイルシステムの違いを意識することなくアクセスすることが可能となる。VFS はカーネルと実際のファイルシステムとのインターフェースあるいは規約を定義している。従ってその規約に従うことで簡単に新たなファイルシステムをカーネルに追加することできる。 規約の条件はリリースの度に非互換な変更を加えられる可能性があり、ファイルシステムは新たなリリースに対応するために修正を施したり、再コンパイルする必要がある。あるいは OS 側で規約変更を介護感を保つように行っていれば、各ファイルシステムは新たなバージョンの OS でもそのまま使用可能となる。UNIX 系システムでの最初の VFS 機構は、 1985年、サン,サンが 3s2.0 に導入した。その時点で、ローカルな UFS、ファイルシステムとリモートの NFS、ファイルシステムを、透過的に使用することができた。このため、サンから NFS のコードを、ライセンス供与された、ユニックスベンダー各社は、サンの VFS の設計をコピーすることが多かった。他のファイルシステムを追加することが容易になり、サンは、 VFS 機構を利用して MSDOS の FAT ファイルシステムを実装した s a n s 4 1まで出荷されなかった。s a n s の実装はシステム V リリース4の VFS 機構の基盤となった。ジョン・ハイトマンは実験的なファイ c a s ファイルシステムのために s a n s 4 0でスタッキング VFS を開発した。この設計は実装は異なるが意味的には同等のファイルシステムで コードの再利用を可能にした。例えば、暗号化ファイルシステムは暗号化されていない他のファイルシステムのファイル名管理とストレージ管理のコードを利用することができた。ハイトマンはこの成果を 4.4BSD でも使用した。MAX を含む BSD 系の OS では、彼のスタッキング VFS のコードが使われている。その他のユニックス系システムでの VFS 機構として、システム、 V リリース3のファイルシステムスイッチ、ウルトリックスのジェネリックファイルシステム、Linux の VFS などがある。o s にと Windows では VFS と同等の機構と呼ぶ。ファイルシステムインユーザースプリースは Linux、NetBoost、FreeBoost、o p e n c e l a r i s Max においてユーザーランドのコードを仮想ファイルシステム機構にプラグインすることを可能にいる機構である。 Windows では、シェル名前空間拡張を使って、ユーザーランドのコードで仮想ファイルシステムのように実装することができるが、その場合は、Windows の低レベルなファイルシステムアクセ API をサポートしないので、あらゆるアプリケーションで、そのファイルシステムにアクセスできるわけではない。KDE の企業や GNOME の GVFS もそれと似たような機構を提供しているが、 同様の限界がある。しかし、ヒューズを活用することもできるので、円滑にシステムに統合することも可能である。Windows でのヒューズ相当の機構として、サードパーティーではあるが、土管がある。仮想ファイルシステムという用語は、単一のファイルやファイル群、必ずしも、具体的なファイルシステム内にある必要はないを、コンテナとして扱い、何らかのソフトウェアを通してアクセスすることで、 その中身があたかもファイルシステムであるかのように操作できる機能を提供する機構を指すこともある。例えば、ピークタスクやといったエミュレーター、オラクルのバーチャルバックス、マイクロソフトのバーチャル PC、VM ウェアといった仮想化ソフトウェアのハードディスクエミュレーションが例として挙げられる。このような機構の利点は集中管理でき、削除が良いという点である。 単一ファイルによる仮想ファイルシステムは通常のファイルシステムが備えると期待される全基本機能を実装しているがそのファイルシステムの内部構造にアクセスするには専用に書かれたプログラムを使う必要があることが多いドライバ経由で実装すると汎用的にアクセスできる欠点は通常のファイルアクセスよりも性能が若干低下する点である特に その仮想ファイルシステム内のファイルに書き込みを行った時やファイルを削除した時に仮想ファイルシステムを構成している大きな単一ファイルの中身の書き換えが広範囲に発生し性能が低下するエミュレータや仮想化ソフトウェアは単にファイルシステムをエミュレートするだけでなくハードディスクのレイアウトもエミュレートしている他にもセキュリティの観点や利便性の観点から 単一ファイルを特定アプリケーションでのみ、ファイルシステムとしてアクセスできるようにしたいというニーズがあり、以下のような例がある。また Java でアーカイブファイルを展開せずに、ディレクトリとファイル群としてアクセスできるソフトウェアも、単一ファイルによる仮想ファイルシステムの一種と見ることができる。中には FTP や HTTP でサーバにアクセスし、 サーバ側のディレクトリツリーをローカルなファイルシステムのようにアクセスできるものもある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。